今回の優勝に貢献してくれたタックルを説明してください。はい、お願いします。ベイトリールに、これレイノのアンチの M ですね、ジョーカーってさに、これはファンタスティックの 4.8、 お腹にシンカー刺して、で振り横でこうピリピって落としてトゥイッチ入れて動かすみたいな、そういう釣りです。で実はこれ尻尾色塗っちゃってるんで、黄色く塗って自分で塗っちゃったんですけど、うん、後で今回なんかチャートが結構良くて、じゃカスタムって感じだね。ちょっとカスタムして色塗って使ってる感じです。はい、シンカーは何グラムですか？シンカーは流れの強さによって変えるんですけど、0.9 からあと重い時は 1.6 まで行きます、はい、こうアクションさせる肝みたいなのあるんですか？エビっぽく、うん、エビっぽくです。ピッピッ、これ魚っぽいんですけど、お腹に入れるとこうダートするっていうか、こう動きが不規則になるんで、エビっぽくっていうのを意識してます、はいはい、でもう一個あるってお聞きしましたね。あ、もう一個、はい、と中に枝とか沈んでたりとかするところがあって、はい、そういうところではこのチェリーのエグチャンク、はいはい、これ3インチなんですけど、はい、もうすぐ出ると思うんですけど、この3インチを今ちょっとプロといただいてたんで、ほうほうほう、これをテストで使わせたら結構いい感じでもう出ると思います。エグチャンクって言うんですか？エグチャンクの、あの種類がもっと大きいのが結構あったんですけど、はい、小さいのが出たんですよ。前大きいのはそのラバージングのトレーラーとかで使うようなやつなんですけど、これは普通にテキサスとか、ほうほう、あ、こういうチェリーで、で煽るとこうペロンペロンペロンって動いて、チェリーは何グラムですか？これ5グラムです。だいたい1メーターから 1.5 ぐらいのところでやるんで、これぐらいで十分ですね。素晴らしいですね。ラインはフロロの12です。で竿は、うん、これプロットですね、 MH。 短いね。そうですね、ちょっと短いので今実験的に作ってる。6フィート2インチぐらい。はい、そうですね。どんなアクションですか？じゃあ竿は軽めのテキサスとかそっち系ですか？そうですね、ちょっとこう柔らかめで、ええ、でちょっと違うのは感度はいいんですけど、うん、魚をかけるとこう曲がるようになってるんですよ。吸い込みでばらさないって感じ、ね、合わせたらちゃんと魚がそのまま、うん、まあ、弾かないって、弾かないって、なるほど、そういう竿です。優勝の肝みたいなもの。そうですね、今お母さんと作って、おめでとうございました。ありがとうございます、はい。今回の優勝に貢献していたタックルをこんな感じでご説明願います。はい、わかりました。今回使ったのが、ホットがメガバスさんのデストロイヤーのサイクロン 66XF4 の M ぐらいの竿なんですけど、まあ、結構ノーシンカー使うのすごいやりやすくて、結構太いバスかけても全然取れる竿になってます。でラインが12ポンドで、超えてとフックがダイワさんの10ワイドの10を使って、ルアーがカスミデザインさんのハイパーオーマトソフト3インチ。今日はサイトでプララーって動いてるバスがいたんで、その目の前だったり付近をシェイクしながら中層に落としてからもう一回表層まで持ってって、それの繰り返しで大体口使ってきて、ちょっと感じるのいいですか？でそれは今回は非常に良かった。色も結構効いてきましたね。それなんていう色なんですか？これシバエビパールって色。シバエビパール、はい、そうじゃないですか。まあ、素晴らしい優勝で、はい、ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。